強豪ドラ1ネオアキラ、結局敗戦処理投手になってしまうわらわらわら。ええー、もんか？タッツを信じろ。敗戦処理から竜のエースになる物語みたいやろ？結局一軍で何が通用してるのかしてないか分かったり考えられる環境にいる方が得、敗戦処理なんか失敗してもいいんだから、一軍レベルのデータ取り放題でしょ。現状それくらいの実力や下で先発調整してたんだから一回は先発させるんちゃう、そのうち。大阪桐蔭オタクが高3の時点で菅野より上って言ってたのに。クズ球団客寄せパンダだしお客も喜ぶだろ。抑えるのに時間かかりすぎて守ってる野手を疲れさせるレベルの敗戦処理。投手番渡来やな、別にそこまでして無理に使わんでも。投手の才能あるならこんな使い方せんはもう将来の戦力として見込みなくて場当たり的運用になっとる。育成失敗よな。去年防御率0.0台のネオを敗戦処理に使えるとは層が厚いわ。強豪ドラ1が敗戦処理って地味に育成失敗じゃね？野手指名なんて。余計失敗やんけ。一軍登録例のドラ1とかおるわけやし。ファームの先発よりは一軍の敗戦処理やろ、プロは一軍の試合に出てなんぼや。もう客寄せパンダにもなってないしハンカチ以下やね。結局どういう育て方したかったん？どうにかして一軍で出れる方法模索してるんやろなってのは一年目からブレてへん。野手登板してるよりマシやん。ご視聴ありがとうございました。